県内での住宅火災の出火原因の第1位がストーブです。これから冬を迎え、ストーブを使う機会が増える中、新潟市消防局が今日火災実験を行い、安全な使用を呼びかけました。これから寒くなり、暖房機器を使う機会が増えますが、火事を発生させないために気をつけたいのがアルコール消毒液の使用の仕方です。今日、新潟市消防局が行った火災実験。炎が上がる石油ストーブのすぐ近くにあったのはアルコール消毒液です。新型コロナウイルスの感染予防対策で使う機会が増えているアルコール消毒液。燃焼性が高いアルコールは火災の原因となる恐れがあり、ストーブをつけながらの使用には注意が必要となります。スプレータイプのものは、噴霧状になりますので、引火性の危険性も高くなりますので、火の近く、コンロとかですね、そういったものの近くでも使わないでいただきたいと思います。また他に気をつけたいのが、干していた洗濯物がストーブの上に落下して発生する火災です。今日の実験では、衣類がストーブに落ちてから時間が経たないうちに白い煙が発生。6分ほどで煙が室内に充満し、洗濯物から炎が上がりました。このような事例は新潟市の過去5年間のストーブ火災のうち最も発生件数が多く、消防はストーブの近くに燃えやすいものを置かないよう注意を呼びかけています。ストーブの使用機会が増えるとともにですね、火災が多く発生しています。早期の発見、被害の減少につながると思いますので、ぜひ住宅用火災警報器の設置をお願いいたします。消防はストーブ火災が起きた場合、燃料に引火する恐れがあるため、すぐ火元から離れるよう呼びかけています。